広島市内中心部です。昨日の雨と打って変わって今日は晴れています。日陰にいるとそうでもないんですが、久しぶりに日差しを浴びるとやっぱりどんどん体が熱くなってきます。午後4時時点で19ある観測地点のうち半数以上の12地点で最高気温25度以上の夏日を観測。中でも安芸太田町加計では最高気温が 27.5 度と昨日よりも9度上昇しました。梅雨の晴れ間で急な気温上昇となった今日、熱中症による救急搬送はこれまでのところはありませんが、体がまだ暑さに不慣れなこともあって、実は5月から救急搬送は増え始めています。消防庁がまとめた集計によりますと、先月1日から今月4日までのおよそ1ヶ月間に県内で熱中症により救急搬送された人は速報値で74人となっています。消防庁では梅雨の時期は熱中症への影響が大きい湿度が高まるため、依然注意が必要だとしてこまめな水分補給など対策を呼びかけています。